庄司から川上、川上のいいパスが通ります。コーダー、そして田口です。田口から右サイド、三國のクロス、セカンドボール、シュートが打てるか、打っていきました。岐阜先制です。決めたのは久保田。50分です。うまく右サイドを崩して、最後は反応したのは久保田でした。このクロス、奥田が触ってというところでしたが、こぼれ球、最後決めたのは久保田涼、今シーズン4点目、岐阜先制で0対1です。